駅攻略第78弾、今回は寅さんの下町のローカル駅で構内踏切を待つ京成金町線の柴又駅を見ていきましょう。このチャンネルでは元駅員のアゼルがドンキルのナレーションとともに駅での便利な乗り換え方法やトリビア、旅行の様子などを週1本程度不定期にお届けしますので、お見逃しのないようぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。通知設定もお忘れなく。上野、日暮里から船橋、津田沼などを経て成田方面に向かう京成電鉄において、下町エリアにたった3駅しかない支線が存在します。その名は京成金町線。京成高砂駅から京成金町駅までを結ぶわずか 2.5km の支線です。そして今回の主役はその間にある関東の駅100選にも選ばれている柴又駅です。柴又駅は18メートル車両の4両編成までしか止まれない、東京の都市部としては最小クラスのこじんまりした駅です。駅構内図もシンプルですね。しかしこの駅には多数の特徴があるので見ていきましょう。今となっては珍しい構内踏切もその特徴の一つですね。まずは京成高砂駅から金町線に乗り換えて柴又駅に向かいます。とここでもうすでに珍しい光景が。同じ鉄道会社同士の乗り換えなのですが、一旦改札を出る必要があるようです。画面奥は本線の改札。そして反対側に金町線の改札があります。改札を2つ通るこの形式はツーラッチ乗り換えと呼ばれ、一般的には他社との乗り換えで取られる形式です。このように地平にある本線のホームからは完全に離れ、高架に金町線のホームがあります。もともと別会社であった名残というわけではなく、金町線が2010年に高架化してこの形になったようです。この先で金町線の線路は地上で本線の線路とつながっており、2021年大晦日から2022年元旦の終夜運転で押上から京成金町間を直通する列車も予定されています。もちろん帝釈天のある柴又駅への輸送が目的です。京成高砂駅の話題はほどほどに、そろそろ柴又駅へ向かいましょう。というわけで古風な駅名表の柴又駅に到着しました。表記が京成高砂、京成金町ではないことにもご注目。ところどころに寅さんがいるようです。金町線は単線ですが、柴又駅でこのように交換ができるようになっています。駅の構造は地上の2面2線。1日の乗降人員は9631人です。2番線には臨時改札があります。また1番線側にある改札へは構内踏切を渡る必要があります。画面奥の京成金町方面は単線、反対側の京成高砂方面は複線に見えますが、左側の線路は車庫と本線へつながる線路です。こんなものを見つけました。どこの路線図かと思ったら、
トラさんの顔を模した路線図のようです。ホーム屋根は線路も用いた古い作り。安全のため姿を消しつつある構内踏切。東京の私鉄では短い編成が走る支線に6カ所のみが現存します。京成電鉄でもここのみです。改札の様子はこの通り。駅の外はこの通り。の銅像はすぐそこ。改札のまっすぐ正面に帝釈天の参道があります。とても趣のある参道でした。割と近い位置に踏切があるので、駐輪場の用地を使って定規線別に改札を設ければ、構内踏切は廃止できそうでもあります。跨線橋を架けることもできそうです。柴又駅は1997年に関東の駅100選に選定されました。選定理由は、ご存知、寅さんの男は辛いよの雰囲気を考慮した瓦葺き風の駅舎。今回は寅さんな下町のローカル駅で構内踏切を待つ京成金町線の柴又駅を見てきました。ご視聴ありがとうございました。東京京成上の押し上げの浅草線京急線方面を行き向き1、2番線におしかけです。京成船橋京成市場京成成田方面北総線成田深谷線方面は3番4番線にこの機会です。これより左側京成高田も終点です。チャンネル登録後はお見逃しのないよう通知設定をご確認ください。まずはスマホでの通知設定をオンにしましょう。 PC ではこの通り。これで新着動画などがお知らせされます。